こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。1983年に NEC が発売した PC8201、これを作っていきます。このコンピューターに関してはブロックデガジェットの特別編としてジャーナリストの塩田慎二さんとお話をさせていただいたばかりです。そちらもぜひ見ていただきたいのですが、 PC8201 元祖モバイル PC といえるコンピューターです。それまでのパソコンといえばテレビや専用のディスプレイを内蔵あるいは接続して使うものがほとんどでした。ところがコンピューターを持ち歩いて使いたいというニーズが次第に出てきたんですね。1981年にはソニーがタイプコーダーという液晶表示のワープロを発売。1982年にはエプソンが HC20 という液晶画面のハンドヘルドと呼ばれたマシンを発売。そこに NEC が発売したのが PC8201 でした。このマシン海外メーカーにも OEM されて、米国ではタンディラジオシャックが TRS-80 モデル100、ヨーロッパではオリベッティが M10 を発売。まあ、こちらはこのブロックデガジェットでも作っていますね。これらが世界中のモバイルを使いたかったビジネスマンやジャーナリストたちに熱狂的に受け入れられた。なんといっても気軽にカバンに入れて出かけて表計算やテキストの編集、それから通信にも使えるというバランスの良さが素晴らしかった。最初からモバイル PC の一つの完成形になっていたと言えるマシンだと思います。ということで、できました。今回作ったのは赤いモデルですが、アイボリーホワイト、それからメタリックのモデルもありました。塩田さんによると、赤は店頭や広告などで目立つためのカタログカラーと呼ばれるものだったそうですね。コンピューターの歴史を見てもですね、最初の液晶が閉じるクラムシェル型のパソコン、グリッドコンパスとかの iPhone とかですね、そういったモバイルコンピューターの歴史を作ってきた代表的なコンピューターの一つだと思います。来週も見てください。